近距離攻撃装備起動。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標超大型兵器。して当該時は目標ではない。速やかな排除を推奨。簡単に言う、もっとエネルギー収束、近接射撃モード、出力最大。継続指示による攻撃は機体負荷が大きい。ポット発射。同様の攻撃方法は13時間34分の冷却時間が必要。再起動確認。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。